おはようございます。キャプテン山本です。今日は読者の方から質問が来たんで答えていこうと思います。キャプテン山本様、いつもありがとうございます。何々と言います。恋愛の話とは少し違ってますが、僕は技術職で、働いてるんですけども、朝8時から夜10時まで働いているのでナンパする時間がありません。休みにナンパして声かけにも慣れ、せっかく地蔵を脱出したのにナンパする感覚が空いてしまうとまた地蔵に戻ってしまいます。これではいけないと思い、直属の上司に朝早くでもいいので定時に帰れる部署に移動をお願いしました。移動が受理されて来年の4月に移動できるようになりました。これでナンパできる時間がかなり増えましたが、給料が残業しない分かなり下がってしまいます。そして究極の質問なんですが、お金と時間どちらが大切ですか？僕としてはナンパを極めていく、極めていい女とセックスしまくりたい、または自分好みの女を彼女にするのが目標です。お金がなくてカツカツの生活ではデート代やラブホ代などに困るだろうし、切実な悩みです。山本さんだったらどうしますか？ご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。ということで、答えていこうと思います。はい、ですね、まあこれは、まあ結果から言うとですね、まあわからないということですね。わからないというか、その人によるということですね。この方はその技術職というふうに言っているので、例えば優先順位の問題だと思うんですよね。だからその仕事が一番だとしたら、例えばその会社で本当にもう成り上がってやろうとかって思ったら、やっぱりその、なんていうんですかね、その会社の、まあ、言いなりになるしかないですね、ある意味。だってその会社で成り上がろうと思ってるんだから。でもそういうわけじゃないんだったら、むしろ仮面社畜とかっていう本が最近出ましたけど、インターネットの人の、児玉歩さんという仮面社畜っていう、ね、本が出てるんですけど、で、まあ、そういう感じで、要は、社畜をやりながらこう他の活動をするみたいな、勝間和代さんだったかなっていう女の人いますよね。あの人も言ってたね、独立する際に会社の仕事は、8割の力というか、まあ、もうむしろ6、7割ぐらいで適当にっていうか最低限やって、その空いた力を独立の力に向けていたみたいな話をしてるんで、そういうような形でこう、まあ、もう会社は会社っていうふうに割り切って、だけどその俺は他にもやることがあるから残業とかもしないし、会社の飲み会とかも行かないよっていう風なスタンスもありだし、でもその会社に全て捧げるっていうのも別に僕はそれで生き方だと思うんで、もう全部そういう飲み会とかも参加して、オーベッカを使い、上司に媚び、まあ、そうやって言うとね、僕が剣がありますけど、まあでもそれもありだと思います。それで会社でむしろ成り上がってやろうと思ってるんだったら、そう上に行けば、そういうどんどんそういうなんていうんですかね、こう、うん、感じで、いけると思いますので、頑張れば、だから優先順位の問題ですよね。はい、そうだから、僕だったらどうするかっていうことなんですけど、僕だったら、僕の実際の話をしますね。僕は今実はほとんど今ナンパしてないんですよ、この何ヶ月か、そのナンパをするために今その将来的にナンパをして教材とか自分の教材出したいんで、そのためにはやっぱり収入が必要ですよね。そうだからその自動でその、まあ、毎月いくらかね、まあ、金額はちょっとあれなんですけど言わないんですけど、いくらか入ってくるような仕組みを今一生懸命作ってるんですよ、家でしこしこ。そうだからそれが今優先順位の一番なんですね。そうだから僕は今ナンパっていうのは優先順位が、まあ一番ではないんですよ。一番ではない。一番はその自動化する仕組みを作るってことが一番なんですよ。うん。そう。だから別に、なんていうんですかね。そういうことですね。うん。だから会社も今辞めたし、はい。一人で、しこしこやってるということですね。はい。だから、このね、方が何を、一番今やるべきなのかっていうことを、優先順位を決めるということですね。うん、だからでやるんだったらやっぱ徹底的に僕はやった方がいいと思います。突き抜けるぐらいに、やっぱり僕の場合なんですけど、やっぱ僕はかなり不器用なタイプなので、これって決めたらやっぱそれをずっとやってたいタイプなんですよ、うん、だからやっぱりね、ナンパって決めたら、ナンパっていうか女の子にモテたいと思ったらそのままホストクラブに入りましたし、それはホストとして成り上がるというよりはモテたいからなんですよね。モテたいから、でモテたいと思ってホストクラブ入るやつなかなかいないと思うんですよね。だからそれぐらいこうやっぱり
バカでもあり、なんていうんですかね、単純なんですよね。だからこうだって決めたらこうしようみたいな。だからこの方がその本当にまあいいと思いますよ。そのナンパをしたいからその、仕事の時間を減らすとかでも全然いいと思いますし、そういう感じですね。うん。そうだからまあ僕の意見はなんていうんですかね、まあ人によるというか、その自分のやっぱ一番優先順位を決めて、それに対してこう入れていくっていう感じですね。こう優先順位をね、そうだから優先順位をやっぱしっかりつけるということが本当に重要だと思います。うん、でやるんだったら本当に徹底的にやるっていう感じですね。であとは自分の収入って少なくなるとすごい焦るんですけど、実際に自分が今1ヶ月にいくら使ってるかとかって紙に書いた方がいいですね。意外と本当無駄遣いとかかなりしてるんで、まあ、僕もそうなんですけど、結構無駄遣いをね、してるんですよね。例えば服とかね、はい、服とかってナンパしてる時に何着も実はそんないらないんですよね。例えば毎日ね、その会ってその毎日同じ服だと気まずいっていうことだったらまあまだわかるんですけど、でもその気まずいっていうのもじゃあ本当にお金かけて買う必要があるのかなっていうことですよね。その気まずさを回避するために。だから毎日むしろ同じ服でもいいんじゃないかっていうふうに思うんですよね。例えばスーツとかね。うん。そう。で、女の子、ナンパとかにも関して言っても、そのナンパして1回目に会いますよね。で、2回目に会う、デートで、セックスするってなったら、2パターンしかいらないわけですよね、実は。そう、服って。それなのに何パターンも買うのって結構無駄遣いですよね。だってジャケットとかで 1,2 万とかするわけですよとかね。それが4種類とかあるってあんまり意味ないと思うんですよ。別に2種類やればいいじゃないですか、最低限ね。そう、うん、だからそういうのでどんどん無駄削っていくと意外と大事なのってあんまりないんですよね。例えば飲み会とかね、飲み会とか友達とのやり取りとかも実は単純に何の生産性もない会話とかしてるんで、実はあんま意味ないこと多いんですよね。うん、自分の感情を満たすためだけにやってることとか、そう、それも優先順位がしっかりして、俺はナンパでやるんだっていう風に決めたら、それ以外のことを排除できるんですよ。友達に誘われたけど、いや、これはちょっと、なんていうんですか、モテることにつながらないなみたいな。だから友達がキャバクラ行こうぜって言ったら、まあ、キャバクラだったら女の子行くから行こうかなみたいな。メイド喫茶とかね、面白い話。そう、でもなんかどっかなんか行こうよみたいな感じだったら、いや俺女の子と今喋りたい時期だからみたいな感じで、まあそこまで言わなくていいですけど、頭おかしいやつともあるんでとかね、友情あれかみたいな感じで、普通の人には理解できないと思いますから、それは言わなくていいんですけど、そうだから優先順位がねしっかりしてればそれぐらいやってもいいと思います。僕なんかは本当に集中したいことが今あるので、結構友人関係とかもあんまり、あんまりっていうかほとんどもう外出てないんですよね。こういうふうにして、やるんだったら、まあ、できれば徹底的にやった方がいいと思います。まあ、そこまでストイックにできないという方は、なんていうんですかね、まあ、優先順位を決めたりとか、自分がね使っているその、お金とかを紙に書くだけでも全然すっきりすると思うんで、ぜひやってみてください。これが僕のまあ考え方ですね。はい、参考になればと思います。以上、山本でした。ありがとうございます。